ラジオを聴くの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのおじさんがやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と配慮性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜、お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聴いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわすためにこのラジオを聴いているメンヘラさん、私たち二人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方は夏実さん、はい、797@fmginoan.com 797@fmginoan.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、僕たち、Twitter の方も、アカウントありますので、はい、ハッシュタグメンヘラジオびっくりマーク、こちらの方で、DM なり投稿の方していただけると、僕らの方で拾って、番組内で、エピソードとか、紹介していけたらなと思っております、はい、よろしくお願いいたします。メンヘラまでがカタカナで、ジオはひらがなです。それって厳密に、やってた方がいい、やってた方がいいんじゃないかと思って。それなりに、じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では2回目、はい、メンヘラジオ2回目の収録となっておりますが、なりましたね。はい、夏実さん、緊張の方はいかがですか。緊張してない、あんまり。あ、そうなの。うん、俺全然緊張してるんだけど。あ、だってミキサーいじらないから私。ああ、そうね。うん、俺がミキサーいじってるから、うん、なんかそういうのを、なんていうのかな、どのタイミングでやればいいかとか、うん、結構焦るね。焦るんだ。うん、マイクの、あ、そうだよね、音量を上げ忘れてたみたいなさ。あ、そうだね。そういう凡ミスだったらさ、まあ幸い収録だからね、そう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 そ
30分の、ね、短い番組ですけれども、はい、この夫婦でお送りする短い番組ですけど、うん、そうしたら何なんだって思ったのがいるかもしれないですけどね、お伝えしたんですよ、最後までお付き合いいただけますようよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトークのコーナーです、はい、このコーナーはタイトルそのまま私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、うん、時にはテーマから脱線しつついろんなことを話しているコーナーでございます。はい、メッセージの文章をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします、うん、早速ですけれども本日のテーマが、はい、私病んでるなと思った瞬間、私病んでるなぁか、そうそう、意外とね、僕らは精神疾患というか、うん、答えてる時とか、うん、落ち込んでる時とか、うん、周りの方が大丈夫とか言うことかもあるし、うん、自分でなんとなく、あんまちょっと病んでる、落ち込んでるみたいな、ちょっと自覚にする瞬間がそれぞれあると思うんですけど、うん、どういう時に、そういった自覚をするのか、やんでるなって思うのかっていうのをちょっと聞いてみたいなっていうところで、うん、ツイッター等で募集しました、いろいろと募集しましたところ、うん、なんというかお返事がいただけましたので、ありがたいね、まだ2回目なので、そうだよ、ありがたい、本当にみんな協力していただいて、ね、うん、
すごく助かるっていうところで、夏美さんの方に投稿の方をまず読んでもらいましょうかね。はい、はい、お願いします。はい、ラジオネームピザ頬張る系男子さんより。ピザ頬張る系男子さん、めっちゃ食いそうなイメージもちょっとほっさりしてる感じがするんです。夏美さん、健太さん、こんばんは。はい、こんばんは。私、病んでるなぁと思う瞬間ですが、ここ数年、健康診断で中性脂肪が高いと診断されています。うん、指導医の方の話を聞いて、来年は頑張るぞとその時は思うのですが、はい、息が流れて次の健康診断まであと1ヶ月くらいの時には、全然食生活も改善できておらず、スポーツも特にしておらず、まあ2週間前くらいから頑張るかとなります、そしていざ2週間前になると、ここから頑張るのなんか負けた気分だなとなって、結果そのまま何もせず健康診断に行きます。男気、話が長くなりましたが、私病んでるなって瞬間はダイエットの明日が来ないことです。ちなみに今年の健康診断まではあと2ヶ月あるのですが、ここから頑張ろうという気持ちと2週間前から頑張ろうという気持ちに意識しています。男心と秋の空でしたね、そのことです。あ、でもなんかオカルティが出るなぁ。でもダイエットって、そうよね、ピザボンボン系男子さんはあれだけど、あの夏休みの宿題とか後に回したってことで。あ、そうかな、そうなんかな、後に回した、後に回して結局わーって感じ。そうじゃないのかな。なんならもうここまで来たらエストやらなくてもいいかぐらいの男気を見せてる。男気を見せてる。が爆睡みたいな。こっち命かかってるところで男気を見せてるからね。これちょっと男気見せる場所間違ってる気もするけど。夏休みの宿題なんでやらんかもしれない、うん。それはあれだね、ちょっと精神面もそうかもしれんけど、体調面がちょっと心配だね。そうだね、そうだね。うん、できるだけ、引っかからないような、食生活だったりね、日常生活を送っていただきたいという感じですけど、はい、それだけの話、夏美さんも引っかかりますけどね。夏美さんは引っかかるよね。どんな枝にも引っかかるよ。そうね。はい、こちらにも、メッセージも届いております。はい、はい、はい、ラジオネーム、漆黒の溝に刹那として帰り咲くのは、そこに潜む自我の崩壊並びに暴走を阻害するため、故に赤く金、三人です。長いね。ラジオネーム長くない？からなんか病んでる感じですけど、病んでる感じするけど、もう、めんどくさいんで赤く金さんで。めんどくさいって言った。はい、で、テーマが私病んでるなぁと思う瞬間なんですけども、高槻さん、うつ状態の時の YouTube の検索履歴が、ブラックホール吸い込まれると、ビッグバン起こる前、地球寿命、運命今何周目、隕石落下シミュレーション、人間遭遇技術などという、中二病かつ現実逃避的なキーワードで埋め尽くされてた時期がある。そのことです。でもこれもあるあるかもしれんな。そうね。わかるわ。選んでる時、割となんかネットでね、ネットで探しちゃう、検索しちゃう時あるよね。もう行き詰まってる時なんて、それこそ、なんていうのかな、苦しまない死に方みたいな、自殺方法みたいな、迷惑かけない方法みたいな、迷惑かけない死に方みたいな、ちょっとそれはもう病んでるよね。それは病んでるね、すごい病んでるね。まだこれギリギリ中二病的な感じがまだ救われてる感じはするけどね。中二病最後まで生き残りそうだね。でも地球の寿命とか隕石落下のシミュレーションとかさ、やっぱりもう俺本当に引きこもってさ、なんかもう自分は社会的に何もなしてないなみたいなね、生産性を持った生き方ができてない、社会に何も貢献できてない、こんなやつを死ねばいいのにとか思ってる時はね、隕石落ちとかねえかなとかさって思っちゃうんだね。そう思っちゃうよ。多分その時俺も隕石だったシミュレーション見てたかもしれない。調べてたかもしれない。はい、そうだね。ありがとうございました。ありがとうございます、赤月さん。はい、また送ってくださいね。はい、じゃあ次のお便りですね。はい、ラジオネーム
ミッケッチャさん。はい。ミッケッチャさん。旦那の帰りが遅いと寂しさに耐えられず浮気したいとメンヘラオフィシャで叫んで暴れております。オープンチャットで歌を笑ってる。オープンチャットで歌を笑ってる。あんまり暴れはあらないけどね。旦那目にしたらちょっとショックそうだね、そうだね。ほどほどに、ほどほどに暴れてもらって浮気したいと思われてるんだって。ほどほどに暴れてもらって。そのね、ミケタさんからね、ミケタさんの友達の投稿も来てます。はい。はい。次何でですか？はい、どうぞ。自暴自棄になってた若かりし日、若かりし頃掘った丸々柄のおしゃれパクリが、薬の副作用で太ったせいで皮膚が伸びて、今は三角三角に見えます。なんで作ってるんだろう。それ不思議になってるんですよね。何々柄のタツ、おしゃれタツっていうのは、まあ、太ったらね、うん、でも伸びちゃう、伸びちゃうからかな、うん、全く別物の柄になっちゃったんだろうね。うん、そうだね。あ、これもちょっと、うん、なんか若かりし頃の病んでるあれかな、影響でタツを入れちゃったんかな。おかげ抜いたり。で、続きまして、朝にけたさんの友達の方です。はい。症状態の時、東京から群馬の彼女のところまでよく日帰りで会いに行ってました。自転車で。ハードだな。ちょっと距離感がさ、俺たち沖縄に住んでるからよくわかんないけど、東京から群馬ってどんぐらいなんだろう。相当な距離だと思うよ。あるか。うん。あ、自転車でどのぐらい時間かかったんだろうね。自転だろう。すごいね。でもそんぐらいあれだね、まあ、それはヤンデレになるのかな。どうなんだろうな。会いたい一心で来たんだろうね。愛情でもあるからな。すごいね。じゃあ続きまして、朝道田さんの友達。はい。双極性障害の友人が、うん、の時受け取った障害年金の、初給400万円のうち300万円をガチャで一気に溶かしました。本当に層って怖いですよね。ちなみに私も初級400万円のうち50万円をその子と同じゲームのガチャで溶かしました。恐ろしい。金額がやばいと思う。それはやばいね。でもね、うん、あのゲームもね、うん、やっぱガチャっていう、なんていうのかな、このシステム、うん、やっぱちょっとコレクションしたくなるのが、俺もたまにゲームするからわかるけど、うんうん、やっぱきついやつだね。やっぱちょっとギャンブル性があってさ、うん、続く性もあるね。そうゲーム依存症とかもあるからさ、うん、そういう意味ではこれも依存症の一部からね。一部からね、溶かしちゃうみたいな。そうで溶かしちゃったか。350万か。でも俺こういうのって聞くとさ、うん、あの俺パチンコ買ってるさ、うんうん、ギャンブル依存ね。そうそう、帰ってくる可能性あるから俺の方が健全じゃねって思ったっていうさ、ギャンブルねーこれね。おギャンブルノーだね。そうゲーム何も返ってこないじゃんね。あの最終的になんていうのかな、サービス終了、うん、ゲーム自体の、うん、そういうこともあり得るわけだから。そうだな。それを考えるとちょっとなんていうのかな、俺の方がマシじゃんって思う。マシじゃんって思うの。とか言っときながらね、あのスーツマンション一棟というか一室スーツマンションの一室買えるぐらいの借金とかしてますか。その説は聞きません。その説は本当に、申し訳ありません。申し訳ありません。謝っておきます、はい、返せるわけよという方は、今のところないんですけれども、これから頑張っていきましょうね。はい、家族には回復していきたいなと、うん、ちょっとポイッチしたくなっちゃった。ポイッチしたくなっちゃった。あれがいいんじゃないですか、あの私たちの中でも何かありません。私もありますよ、何か。あ、私はね、あれですよ、私病んでるなっていうね、うん、あの私病んでるなは、うん、健太さんに LINE、うんうん、をするときに、はいはい、LINE の文字が、うん、全部ひらがな。あれ怖いからね。ひらがなで届いた瞬間ね、いつも漢字とかね、絵文字とか送ってくる子がね、ひらがなだけなのよ。ひらがなだけなのよ。
もう怖いよ。うん、まあなんか具体例としたら、うん、まあ、会いたい点点点だけとかさ、うん、あるある、寂しくて点点点、嬉しい、あの西野かなの歌詞かなって思ったりしたからねしばらく記録してちょっとこれ何返したらいいんだろうって固まるからね。そうだね、うん、なんかあとすごく心配されるような文章をちょっと打ち出すよね。まあ、私の場合はね、まあ、でも悩んでるとね、気づいてほしいというか、ちょっと構ってほしいというか、そういうのがあるからさ、うん、絶対出てくれたら寂しいからさ、うん、なんていうか相手にしてほしい思いから、そう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 、ちょっと分かりやすくね、うん、だから着いた、はい、朝から何も食べてないって言っちゃうわけよ食べなさい本当だよね、食べなさいだよ、そういう時ちょっと、まあ、返事に困るところがあるんだけど、まあ、皆さんの、結果、私あんのかなと思う瞬間、いろいろありましたけど、ありがとうございます、本当に送ってくださって、うん、ちなみにですが、来週のテーマ、来週のテーマ、来週のテーマは眠れない夜何してるっていうことで、うん、あの眠れない夜もなんていうかな、こういう過ごし方をして、あのなんとか眠気を呼び起こしているとかさ、うん、目を疲れさせているために本を読んでいるとか、うん、どんな本を読んでいるかとかさ、どんな動画を見ているとかで見たら、うん、詳しく教えていただければ僕らもね、うん、あの民間読んでいる2人なんでね、うん、眠れない夜あの参考にして、眠れるようになりたいと思います。はい、では、こちらここからは楽曲紹介のコーナーとなっています。はい、今日の楽曲は私が先週やったから、次ケンタさんかな、僕が紹介したいと思います。お願いします。はい、歌っているのはルオンさんで、ペアーズのエンディングということになります。はい、では今聴いてみてください。はい、はい、これを動画落ちてないよすっかり、まあ、しょうがないよ。やっちゃった。動画押してなかった。動画を。ハプニング。これで撮るはずだった。これで撮るはずだった。動画押し忘れてる。ちょっと画面どうなったの？真っ暗。真っ暗。途中で真っ暗になりよったから。あ、いいやと思った。そう。あ、いいや。夏に押すの忘れてるやつだと思って。まあ、しょうがないよね。動画はなしだな。あ、それか。払いをしかず提供でやりますか。ああ、いいですね。助かる。動画のデータいただけるとすごく助かります。あ、じゃあ今も紹介したと。今も紹介した。僕らのね、うん、誰も聞いてないよ。動画撮ってないから。いや、でもこれが撮られてるから。このデータ。そうそうそう。そう。すみません、じゃあ僕あの。僕だけど、まあ、いいよ私たちのあのなんかちょっと何て言うんですか、撮っていただいているカメラマンさんがいまして、うん、その方のカメラを借りてます、はい、第2回目はそのカメラで撮影されています、はい、今、はい、原吉和監督のね、うん、夜明け前の歌っていう映画を撮られてる、はい、はい、監督が僕らをなぜか追ってくれててね、くれててね、私3回言いましたよ3回言いましたよ、ありがとうございますそのですね、うん、原吉太郎さん監督自身にもね、うん、いつかゲストとして、ね、出演いただくっていう、うん、お約束もさせていただいてるんで、うん、はい、どうしましょう、今回は原さんの撮っていただいている素材をお借りして、これが多分 YouTube に上がる。ありがとうございます。上がるといいな。ああ、本当に夏海は長女なんだけどね。しっかりしてるはずなんだけどね。これで撮るはずだったのか。そうなんですよ。そうそうそう。さすがそれで。iPad で。全然押してなかった。ただのなんか鏡みたいな。鏡みたいな。押してないわってなっちゃった。真っ暗。押してればこれが真っ暗だ。そうそう、押してればね、回って。あ、回って。見えるんだけど。見えてたんですか、こっちの。うん、あれはただのカメラがセットされてる状態でした。はい。
レアズのエージェントを探しているの、はい、うん、こちらはですね、はい、アニメ映画アネモネ東京紙幣エンレカセブンハイエボリューションの主題歌となっております。はい、これアニメ好きだからね、この歌もすごく良かったんで、イントロから好きでね、うん、あアニメ好きだね、本当にね。そうね、ただその映画自体はまだ見たことない。うん、いや、エウレカセブンのテレビシリーズは見たの、うん、映画、うん、映画されたポテトが虹でいっぱいかなも見たんだけど、うん、劇場版三部作が新たに公開されているので、うん、ちょっとまだ見れたら、うん、楽しく見れたらなと思っているところでございます。はい、うん、でこれ実はね、このグアンさんこの楽曲を発表した時に、うん、当時15歳だったっていうことで、15歳って言ったらすごいよ、すごいよね、15歳、中学生、うん、高校生と中学生だね、すごいね、今は中学生だ、中学生か、中学生らしい、すごい、すごいとしか出てこないけど、最後の歌い手さんなので、うん、皆さん、よかったら、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。エンディングになります。はい、メンヘラジオのエンディングです。2回なぜか言いました。大事なことなので大事なことなので2回言いました。はい、ということで今日は、テーマ、はい、私病んでるなと思った瞬間について、はい、お話ししたんですけれども、うん、なんていうのかな、ツイッターとかいろんなところで、うん、エピソードを応募して、うんうん、協力ねいただいた皆さん本当にありがとうございました。うん、ありがとうございました。うん、助かるね、こういうのね。すごく助かるね。助かる。うん、でまた面白いエピソードがあってね。そうそうそう。とっても聞いてて楽しいですね。うん、やばくなかった。350万とかしたのはやばかったね。やばいね。やばいね、それは。うん、場所はね、またスマホ一つでね。うん。指一本で。指一本でできるからさ。なんていうのかな。でまたなんていうの、現金が手元にあるわけじゃないじゃん、うんうん、それをなんか俺だとさ、うん、パチンコとパチスロのサンドに入れていくわけなんだけど、うんうん、あれでさえさちょっと狂ってる時があるのよ、うん、1000円、2000円、3000円ってさ、うん、普段買い物でさ、うん、スーパーとかで半額シーズンのものはないかとかさ、探して、うん、少しだけでも安いもの、今日も安いにしようとか、豆腐で豆腐買おうとかさやってるのにさ、それって全然できてる。パチンコ行ったらもうスーッスーッって入れちゃうじゃん。でもそれでもさ、1日に使える金額ってさ、うん、もう決まってる。最大でも10万ぐらいかな、俺が使ったの。10万1日で、うん、10万10万かな。はぁ、びっくりするね。出る頃に汗ぶれてるよ。パチンコが出る頃に。生まれたての小塚みたいに小塚さんですね、バンビちゃんになってる、バンビになってるって言ってやばいね、バンビちゃん、うん、でもさ、だからゲームの方だと、うん、本当に指一本でポンポンとできるから、うん、後からの請求で、うん、そうね、やるんじゃないかな、課金してるみたいなもんなんかな、そのゲームで、そうそうそう、そうだね、ガチャはイコール課金だからね、ガチャ行ってってことよね、うん、いやハマりたくないな、私全部ハマらない人だからよかった、そこら辺は。ああそうね、うん、私はハマりづらいと思う、ゲームなんか夏美さんがハマってるものって何かある、何でしょうかね、何ハマってる、いやなんか俺ね、夏美さんが熱中してやってることって漫画を描くこととか、漫画を描くことは熱中してやるかな、なんかギター弾いてる時とかはなんか熱中してるなって気はするけど、ギター弾くね、うん、それ以外ではあんまりなんか印象はないな。なんか、うん、俺は割とあるさ、うんうんうん、動画見てたりとか、うん、それこそパチンコの動画見てます。動画見てます。それでそうなんていうのかな、欲求みたいなのを消化してる部分もあるんだけどさ、うんうんうん、生活訓練施設、僕が行ってた回復施設ではそういうのも見るなみたいなところもあるんだけど、うん、見ない方がいいよって。うん、欲求が湧いてくると、うん、
まあ、そこら辺、まあ、僕の場合は、うん、あの似てた方がまだ、うん、あ今のお仕事はこんなにもう出ないのかみたいな、うん、ちょっとある程度抑制のようなので、そうなんだ、なんか当たってるって感じか、うん、まあでは今週のメッセージはここへだけお開きということで、はい、今日も元気に病気中中村なつみと中村健太でした。お薬飲んでネロー。こんな感じです。終了しました。はい、終了しました。もうダウンタイムです。そうそうそう、一応そうして、そうして全部、はい、20分、50秒だった。25分も経ってた。なんでかね、なんでかね、それぞれ似合ってるんだけど、なんでかね。でこれはもう編集なしでそのまま、はい、尺は大丈夫だったんですか。はい、一応一応多分大丈夫だと思います。はい、大丈夫かな、大丈夫だといいな、うん、でこんな感じで、納得いかなかったらもう一回撮るみたいな、うん、どうする、え、どうする、よかったよね、多分、うん、よかったと思うよ、よかったと思う